日本関東地方東京都北多摩郡東京都北多摩郡の範囲北多摩郡は東京都にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は立川市、武蔵野市、三鷹市、秋島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市。 武蔵村山市及び、府中市の大部分、西東京市の一部、稲城市の一部、世田谷区の一部にあたる。発足時に隣接していた群は、以下の通り。1、府中駅に、長府町3、田無町4、八保村5、西府村6、多摩村7、神代村8、狛江村9、木犬田村10、千歳村11、三鷹村12、武蔵野村13。 小金井村14、国分寺村15、東村山村16、清瀬村17、久留米村18、小平村19、砂川村20、立川村21、宝屋村、A 中上村外8家村組合、B 中東村外3家村組合、C 高木村外5家村組合突起なき場合、神奈川県市別編1人物による。突起なき場合、東京府市行政編第1巻による。 上の図の通り、この軍の自治体は合併が非常に消極的で、町村制以降同じ区域のまま現在に至る自治体が大半であり、日本全国でもかなり珍しい。合併が消極的になった理由は不明である。ありがとうございます。